セレーネは、ギリシア神話の月の女神である。長母音を省略して、セレネ、セレーネとも表記される。聖獣は馬、ロバ、白いお牛。ローマ神話のリューナと同一視される。ヘイシオドスの神道記によると、ティーターン神族のヒュペリオーンとテイヤーの娘で、太陽神ヘイリオス、明け物の女神、エイオースと兄弟である。その他、 父親に関してはパラースあるいはヘイリオスとも言われる。母親に関してはアイトレートもバシレーアとも言われる。ゼウスとの間の娘、パンディーヘルセイ、ネメアがいる。一説によると兄であるヘイリオスとの子供に四季の女神ホーラたちがおり、彼女たちはヘイラーに仕える四人の次女であるとも言われる。さらに、エピメニデースによると、不死身の怪物であるネメアのライオンを産んだのは、 セレーネーであり、恐ろしい身震いをした時に地上に降ってきたという。ヒュギーヌスによると、ネメアのライオンを洞窟で育てたのは、セレーネーである。輝く黄金の冠をいただき、額に月をつけた絶世の美女で、銀の馬車に乗って、夜空をはせいき、柔らかな月光の矢を放つ。華やかな夜の女王、星の女王、全能の女神など呼び名がある。月景と月との関連から、 動植物の生生活、繁殖に影響力を持つとされた。また、常に魔法と関係づけられており、ヘレニズム時代には、霊魂の住むところとも考えられていた。後に、アルテミスやヘカテイと同一視された。女神自身が三つの顔を持つという形で表現されることがあり、新月、半月、輝く満月の三つの月章を永遠に繰り返した。その他、 月は三つの顔を持ち、それが新しく生まれる三日月のアルテミス、満ちる、北条の月のセレーネー、欠けていく暗い月の絵家庭であるとされている。エドワード・ポインターの1902年の絵画、夢の中のエンディウミオーン。マンチェスター市立美術館所蔵。ギガントマキアーでは、セレーネーは兄弟たちと共に、ゼウスに協力し、ギガースたちの味方をする。 大地母神ガイアが薬草を見つけられないように空に現れなかったと伝えられている。最も有名なセレーネーの神話は美青年エンデュミオオンとの恋物語である。セレーネーは彼を愛し、ゼウスに願ってエンデュミオオンに不老不死の永遠の眠りを与えたと言われる。一説によるとこの出来事は小アジアのラトモスさんで起きたことになっている。 セレーネーがエンデュミオーンの不指導を尋ねた際、夜空を行く月がラトモスさんの影に隠れてしまった。魔女、メーデアはこれを利用して月のない闇夜を欲する時には、セレーネーに魔法をかけてエンデュミオーンへの恋心をかきたて、それから月が夜空から消えた。あるいはセレーネーはエンデュミオーンと交わりを重ねて五十人の娘、歴月の女神メーネーたちを生んだ。セレネは、 メーネーとも呼ばれる。他には、牧神パーンも、セレーネーの美貌に魅了され、恋い焦がれたことがあった。そこでパーンは純白の羊毛側でセレーネーを誘惑したが、毛皮の美しさに魅了された、セレーネーは拒まなかったという。しかしこの恋物語にはいくつか異なるものがあり、パーン自ら純白の羊毛側に変身し、毛皮に魅了された、セレーネーが、 地上に降りてきたところをアルカディアの森の奥に連れて関係を持ったとも純白の羊をプレゼントして関係を持ったとも伝えられている。ありがとうございます。